道路道内では雪のため道と上り口室蘭インターと苫小牧東インターの間で通行止めとなっていますが、東名高速の下り線は午前11時現在事故の影響もあって愛知県の宮井パーキングエリアを先頭に20キロの渋滞となっています。 HBC ニュースです。HBC ラジオ交通情報です。はじめに通行止めの情報です。道央道の上り別室蘭インターと苫小牧東インターの間は吹雪のため通行止めになっています。なおこの他の区間や札幌道道東道は通ることができますが、路面凍結のため道央道は区間によって、札幌道は関田湖インターと札幌ジャンクションの間、道東道は渋川区インターと渡嘉敷水インターの間で最高速度が50キロに制限されています。道道洞爺湖上り別線のゴロフレ峠は吹雪のため通行止めになっています。峠の状況です。札幌近郊の中山峠、伊那保峠、伊豆江峠、静狩峠は雪の降り方が激しくなっています。この他の主な峠道もところどころ雪が降っていて、路面は圧雪やアイスバーン状態です。おしまいに空の情報です。新千歳空港からの出発便は全日空午後2時30分発稚内行きの結果、新千歳空港の行きのため、また全日空とアイベックスエアラインズの共同運航便午後3時ちょうど発仙台行きの便が機材整備のため欠航となっています。この他遅れが発生している便がありますので、ご利用の方はご確認ください。 HBC ラジオ交通情報でした。代わって HBC ラジオ天気情報です。今日は南西部は湿った雪が降り、沿岸部は吹雪でしょう。大気の状態がやや不安定となるため、雷を伴って一時的に降り方が強まる見込みです。夕方までに降る雪の量は南西部の多いところで20センチ前後でしょう。局地的な大雪や吹雪、着雪による交通障害にご注意ください。十勝地方も昼過ぎから雪が降り出し、夕方以降は北部や東部の広い範囲で雪となるでしょう。HBC ラジオ天気情報でした。太陽光発電とオールレンガ専門店アークです。東区北18条東16丁目アーク体験型ショールームホームデコで無料お見積もりをしてください。驚きの結果が待っています。2回戦前半後半と2回戦でお送りしたいと思うんですけれども、はい、
この関連のことは、クイズとかってことでありませんので、はい、それ以外のことで今年の出来事に関してクイズを出題したいと思います、うん、はい、もちろん山根もクイズの内容は知りません、はい、そして、山根と対戦して勝った方には、うん、なんとモンテグッズとカーナビオリジナル枕カバーをセットにしてプレゼント、はい、そして負けた方にはモンテグッズとカーナビオリジナル枕カバーをプレゼント、あ、すいません、はい、同じじゃないですか、勝って負けても同じです、ピッとなりましたら、もう一回かけ直しましょう、はい、もう一回かけ直しますね。